いやー、参ったねー。ストレートに。ね。あら、でも笑顔だね。ちょっと今日はね、テノール版の方と言ってもいいかもしれない、ね。おー、いいよー。そういう、ちょっと、たまにはね、いい話しようか。ええー。ね。いや、まあまあ、まあ、一個言えるのは、まずポテツがもういなくなっちゃってね。犬先週。お母さんの。お母さんの。だから、もう持って帰っちゃった。帰ったんだ。帰っちゃったんです。だから、もう僕一人になっちゃったんですけど。うん。で、まあ、それで何しようか、つって。うん。じゃあ、あれ始めてみようかなと思って始めたのが、パワープロなんですけど。いや、ずっとやってたよ。別になんか、再開したみたいな言い方してるけど、継続してるよ、お前。絹笠張りにずっと。あと、ビールなんかもね、ちょっと始めました。ずっと飲んでたって。一日たりともやめてないよ、お前は。パワープロとビールは。そう、いつも通りで嫌なんですよ、なんかね。いつも通りじゃんか。だから、久々ちょっとなんかイベントじゃないけど、うん、あったのがあれ、ハッスル。ハッスルマニアっていうイベントがこの間あったんですけど。うんうん、まあ、泣きましたね。また久々に泣いちゃったわー。なんか感動的なのあったの俺知らないけど、全然。あったんですよ。うん。教えて。まあ、まずは、あれ知ってます？上田さん共演したことありますもんね。真鍋かおりの、妹分みたいな、海川ひとみっていうアイドル知ってます？前、出たじゃないですか、ほら。ああ、クリームランとかの、ね。クリームランとかの。新人で、みたいな、事務所の後輩をちょっと、どの子のっていう企画ね。で、真鍋の後輩っていうので出た人いたと思うんですよね。で、前もプロレスしたんですよ。ジャイアントバボっていう選手とね。うんうん、ただ、まだ久々に復帰みたいな感じで。うん、それがまず、うん、ちょっと感動的に良くて、はい。その女の子。海川瞳が、うん、ボコボコにやられるんですよ、最初ね。でもいや、それね、プロレスでもやりすぎよっていうぐらい、こう、ガンガンいかれるんですよ。あ、そう。でもなんか、アイドルでしょ？アイドルですよ。でも、なんかこう、泣きながらも、こうね、最終的に、まあ、勝つんですよ。はぁ。それがまあ、なんかね、完全懲悪の、まあ、いわゆる、お約束のプロレスといえども、素晴らしいって言って、まあそこで、うるるっとこう来ちゃって。ある意味、猪木を超えたな。そんだけこう攻め込まして、攻め込まして、最後決めちゃうっていう意味ではな。そうそうそう。で、なんかプロレスを、正直なんかな、うん、舐めてたんですけど、なんか大好きです、みたいな、ハッスルが好きなんです、みたいなので、なんか、うん、もうほんとみんな、わーみたいな。へぇー。で、まあもちろん HG とか RG とか出てるんですけど、うんうん、まあそれはそれでまた面白かったですね。HG とかもすげえ、HG 対ボブサップですから。あれぇー。いや、それは、それですごかったですし、うん、また RG も、うん、RG がもう、なんかな、インリンとか、うんうん、インリンの子供がモンスターボノって言って、アケボノなんです。ほう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 。インリンと、うん、インリンが誰との子供かっていうと、グレートムタとの子供なんですよ。ああ、そうなんだ。グレートムタ戦った時に、グレートムタが、インリンの股間に、毒気を吐いたんですよ。ほうほう。それで、誤解認したんです。なるほどね。そういうことになってるわけだよ。で、卵が生まれて、それから出てきたのがモンスターボノなんですよ。でモンスターボノっていうのは、うん、何ですか、おしゃぶりをつけてるんですけど、うん、おしゃぶりをおしゃぶりつけてる間、うん、バブーって遊んでるんですよ。でも外した瞬間にぶち切れるんですよ。すごいよなぁ。まあなぁ、平成の横綱も今そういうことをやってるわけだ。そうですよ。それでもう、まあ、ボコボコに RG とかもすげえプロレスが上手いから、RG もね。で、天竜とかももう、そこに入ってるんですよ。うんうん、で、まあやって、それも面白かったし、あとね、ちょっとトピックとして言えばね、ジャイアントシロータがね、今度ハッスルでデビューするんです。そうなの？へぇー。王者の魂の曲が鳴ったんですよ。うんうん。ババのテーマはこれ何と思ったら、うん、ジャイアントシロダがスプーン持って入場してきて。はぁ、ジャイアントシロダって今そういう活動してんの？そう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 。で、大食いはやめたんだよね。大食いやめた。引退したんだよね。引退したけど、一応食ってましたよ、また。リングで？リングで。え、なんで、それはどういう試合なの？プロレス。カレー対シロダみたいなことなの？違う、うん。プロレスは、すると。うん、大晦日。おただ、頑張りますとかなんかなった後に、うん、じゃあちょっとやりますかみたいな感じで、猪木で言えば。例のやつを。パッとテーブルにこう置いてあって。で、カレーを。で、結構、まあ、じゃあ大量のカレーを食うわけだ。2キロとか、そんぐらいから。まあ、いや、一皿ぐらいですけどね。パパパパって。普通の食事だよ、それ。しかも早かったですけど、すごい、パッパッパって食って、わーってなって終わりですけど。それはそれで、またすげえ面白かったんですけどね。はぁすごいね。ハッスルは、なんだろう、発想豊かだよね。いや、もう、ね。いろんな人から引っ張ってきてね。けれども。うん。いや、最後はとにかく、うん。もう、坂田
渡る選手っていう、あの、小池栄子の旦那さんですよ。ね、と、エスペランサっていう選手と戦うんですね。うん、エスペランサっていうのは、まあ、言わずとして高田ですよ。うんうん、高田総統の化身として、うんはいはいはい、なんか、まあ、見たらびっくりすると思うんですけどね、うん。もう、ターミネーター、スーパーサイヤ人がターミネーターみたいな感じなんです。うん、見た目が。え見た目が。見た目が。うん。だから、もうロボットみたいな感じなんですよ。あの高田がですよ。うん。もうだから、それすごい、音楽鳴りながらの試合なんですよ。なんか、うん、クーン、みたいな。うん。地下倉庫みたいな音楽が鳴りながらの試合で。とにかく、今まで HG も負けてるわ。うん、もうみんな負けてるんです。田尻も負けてるし。うん、で、大丈夫か坂田みたいな感じで。うん、で、秘策があるみたいなことを言ってるんですけど。うん、何なんですか秘策って言ったら、いや、なんもないんだよ、本当は。って言って。いいんだ、その見切らしたで。そんな発言しといて。で、でもね、ここでもしも、うん、諦めたらね、いつまでも小池の旦那で終わってしまうと。うん、俺は坂田渡るなんだっていうので、戦うんですよ、うん。で、高田入場して、トレーニングモンタージの曲に乗って入場してきて、うん、で、試合するんですけど、とにかくもう何も聞かないんですよ。それもうロボットだから相手は。え、何なんかこう、身につけてるわけそのロボット的な。ロボット的な動きなんですだから。ね、肉体は長身なの長身です、もちろん。なんか別にハリボテ的なものやってるわけでもなく。はい、え、顔とかは高田選手、まあ、一応ね、ファンタジーですから、うん、あんま言えないですけど、高田さんが銀に染めて髪を。で、上、ベーダーみたいな、ああいう。ああ、目、マスクみたいな。マスクみたいなのして、で、赤いコンタクトレンズ入れて。おぉ。なるほど。で、革張りのなんかこう、ボンテージファッションみたいな雰囲気で。はいはい。本当は機械的なんですね。なるほど。で、そこに普通にこうやってプロセスコートするんですけど、全然効かない、うんうん。で、すごいのが、ハイパービターン、レーザービターンっていうのがあるんですよ。うんうん、レーザービターンっていうのは、こう、指をバッと出して、うん、したら、グーンって効果音がするんですね。グーンってなり始めて、バーンってやったら、本当に、空気砲みたいなのが出るんですよ。で、それで前、それで、鉄柱が折れたんですよ。うん、HG 戦ってる時に HG に向かってやったら、うん、HG が避けたんですよ。そしたら奥にある鉄柱がボキンって折れて、うわーってなったことがあって、うん、それもあるわけですよ。でそれをこう、指をこうね、頭に持っていったりするんです。うん、そしたら、あーやばいやばいやばいみたいになるんですよ。なるほど、なるほど。で、一回それを、また、とうとう坂田に向かってやろうとしたんですよ。うん、そしたら、寸前に避けたから助かったんですけど、うん、バーンって行って、その先には、カメラマンさんがいて、うん、中継を撮ってたカメラマンさんが奥の方にいて、うん、その人が、うん、バーンって落ちたんです。ジャックみたいに、バーン。ジャックだよ、多分。ジャパンアクションクラブ。で、うん、まあ、結局、それでもう何も聞かないから、うん、終わりだって言う。もうダメだ、これ。で、10分ぐらいそんな転換がついて、もう終わりだってなってたら、あれですよ。今からいよいよ、レーザービターンをこいつにして終わらせるっていう時に、うん、遠くから女の声ですよ。うん、妖精さん。妖精さんの声です。うん、私よとか言って、うん、まあ、小池栄子にそっくりな、妖精さんが出てきてた、ね。坂田さんは実際出てくんの声だけで。出てきたんです、うん、花道の奥の方、うんうん、レーザービターン私にしなさいと。うん、で、あれっつって、うん、で、その高田が、レーザービターンを小池栄子の方に向かってやったんですね。うん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 、そしたら、うん、ハイパービターン返しっつって、うん、返したの、そのビターンを。返したって何もないですよ。うん、まあまあまあ。なんか歯ですよ、歯。して、その、高田の、うん、化身であるエスペランサの胸のとこから、うん、ほら、パクパクパクって言って、火花が、バーン出て、うん、それがとうとう破れたんですよ。で、今だっつって坂田がわーって言って、フラスキックやったら、またここからバカバーンってバカって胸が、すごいじゃん、その、仕掛けというか、ね、で、とうとう負けたんですよ、エスペランサが。うん、して、みんながハッスル軍が集まって、うんうん、したら、今日は俺だけの、力で勝てたんじゃないっつって、うん、倒れてるあれにその妖精さんのところに行くんですよ、うんうん、そしてその妖精さんのところに行った瞬間に、うん、冬の姿のテーマが流れるんですよ、うんうん、でてつって髪吹雪がそしたら二、うんうん、人は黙ってるんですよ、うん、けどナレーションで、うん、なんだろうこの気持ちとかおー面白いね妖精さん妖精さんのおかげで今日が出ました、うん、みたいな、うんうんでも、私はもう妖精としての力ないかもしれないみたいな、やりとりがずっとこう、リングに行く最中もあるわけですよ。はいはいはい。で、もうすぐリングだよ、とか言って。うん。みたいなのがあって、うん、で、なんか、
ちょっと閉めてくれみたいなこと言ったら、うん、いや、ちょっと待て、みたいなんで、うん、高田総統が出てくるんですよ。エスペランサじゃなくて。エスペランサ。まあ、その間ずっと十何分ありましたから、そのやりとりが。ああ、なるほど、なるほど。で、高田総統が出てきて、うん、高田総統のまたビデオもまた面白いんですよ。うわーっつって、うん、俺の化身であるエスペランサが負けたとは俺もここまで行く。ああっつって、嘘だよーみたいな感じで。はぁ。嘘だよーみたいな感じで。今からそっち行くわとか言って、高田が出てきて、VTR ね。化身なんてたくさんいるんだよみたいな感じで。うんうんうん、で、まず一通り会って、うん、で帰ってって、したらなんか、リングに坂田と小池だけ残っ、うん、僕とみんなが残って、なんか、私はもう妖精としての力ないかもしれないみたいなこと言ったら、うん、じゃあ、妖精としてじゃなく、女として俺を支えてくれないかみたいな感じになって、おうわーってなって、はいはいはい、で、最後その、まあ、俺は天下取るみたいな感じで、うん、ハッスルがスポーツエンターテインメントの頂点になるために、頑張るみたいな。ぽ、うんうん、ーってもう本当に涙流して、はい、かっけと思って、で、俺初めて男に、坂田さん知ってるんで、うんうん、長文メール送って、ありがとうございました。そんなに感動した女の子には長文メール送ったことありますけど。はぁ。で、HG にも送って、うん、よかったよ、つって、うん。感動しましたね。はぁ。いや、でもそうですね。楽しみですよ、だから。なんか聞いてるだけでも楽しそうだもんね。いや、もう、そう、いろいろあるから。ああ、あと一個、また感動したなった。ない。あの、なんだっけな。金村金太郎と黒田選手っていうのが、金ターマンと黒田マンって言って、まあ、パーマンみたいなの感じなんですよ。うん、ほうほうほう。で、それ対、まあ、誰々ってやったんですね。うん、で、それが、狂気持ち込んで自分の、うん、まあ、デスマッチみたいな感じなんですよ。うんうん、ただ、途中で、その、京楽っていうパチンコメーカーが、うん、多分、スポンサーだからっていうのあるんでしょうけど、うん、途中で、なんか、画面が出ると。発する、なんとかとか言って、うん、したら、会場のどっかに、そのストップボタンがあるんですよ。うん、そのストップボタンを押せば、うん、そのルーレットがこう、回るから、うん、それで絵が揃えば、うん、すごい武器を上げるっていう、ルールなんですよ。はい。戦ってんじゃないですか。そしたら、スリー、デン、トゥーとか言ってなるんですね。そしたら、どこだどこだ探すんです。そしたら、ランプが、あそこだっつって、うん、それをボタンをピッと押すんですよ。そしたら、タカタカタカとか言って、高田総統、HG みたいなんで、RG、あーみたいな、なんか何回か、そのスロットがあるんですね。で、何回も失敗して、最後に、その金村金太郎選手が、パーンと押したんですよ。したら、なんか全揃ったの、坂田総統かなんかでスペシャルリーチみたいになって、揃ったの。したら、下から、花道の下から、ブワーって現れたその武器っていうのが、最後の狂気っていうのが、マークハントで。へー。マークハントがブワー出てきて、で、マークハントリングに入れて、その敵を、バーンバーンって2発殴って、ホール勝ちみたいな。はぁー。うわーいですよ。すごいでしょ。いや、だからさ、ね、ま、現実的にはさ、いろんな問題があって無理なんだろうけどさ、ハッスルとかさ、いわゆるああいう、例えば劇団四季とかさ、じゃあ吉本新喜劇みたいにさ、常設小屋みたいなの作ってさ、なんか、ね、だからこの期間はこのストーリーを上演いたします。同じことをやるっていう。ね、同じことでさ。で、じゃあね、12月からまた新装して内容をって、だから結構なんか盛り上がりそうだよね。で、ハッスルじゃないけど、マッスルという DDT 系列の団体が、初のプロレス、あ、それも同じような演劇スタイルのプロレスをやってるんですよ。同じというか、ハッスルは違いますけど、演劇を完全に取り入れた。やってて、ね、それは初3日間連チャン同じことやるっていうのをやってますね。全部展開も含めて。それちょっと物議を醸し出しましたけど、プロレス初だみたいな。なるほどね、うん。いや、なんかどっかでね、やったら結構話題にはなりそうだよな。まあもちろんさ、そうでしょ、いろんなタレント出てるからそんな毎日ね、うんうん、出てられないとかいろいろ、まあそれはね、小屋の問題とかもあるだろうけどさ。すごいでしょ、これ。ほんと、新聞に、ね。小池もリングに上がって。はぁ。レーザービタン。なるほどね。モンスターボノが天竜に負けたのかな、うん、結局。うん、うん。タッグで。そしたら、うん、ボノが、パパを逃げつけてやるからなぁとか言って帰ったから、多分大晦日はグレートムタが出るんだろう、みたいな。おー、なるほどね。はぁ。すごいね。ハッスルはじゃあやっぱ外さねえんだ、毎回。何かしらこうやってくれるんだ。やっぱこのハッスルマニアっていうのは、うん、すごいイベントですかね。初っ端に、川田試合しないんですよ、何よ、うんうん。川田はもう歌とか
この間も藤崎マーケットと一緒にネタやったりとか、小島よしおとそんなの関係ねえとか、必ずオープニングで芸人が出てくるんですよ、最近。で、この間藤崎マーケットね、川で洗いって言って、で、小梅太夫とやったりとか、川田太夫とか言って。必ずそういうのあるんですよ。川田はそういう役目なんだ、今。で、試合もやるんですけど、今回だって本当試合なくて。俺これだけなんだよとか言って、歌を歌うっつって、まあ日曜日だったんで、ビューティフルサンデーをね、歌い始めたんですよ。ビューティフルサンデーってバックのダンサーつけて、したら田中誠二さんが出てきた本物の、で、田中誠二さんが歌って、まあいいか、みたいな。まあ俺もね、まあこうやって、もう試合をしないなんていうね、レスラーなんで試合をしないなんていう、こういう武勇伝作ったからとか言ったら、俺らしいって誇張して。はい。俺らしいと武勇伝をやったんですよ。へぇ、凝ってるね、いろいろね。すごいっすよ、最初から最後まで。なるほどね、うん、確かに。なんかいろいろ聞いてるだけでも、それちょっと一回見に来てな、とかって思うもんね。そうそう、だから、初めて、一緒に見る人と見ても、みんな喜ぶから。確かにあのね、女の子とか子供でも楽しめそうだしな。あ、そう、ケロロ軍曹もデビューしましたからね。あ、そうだな。ケロロ軍曹。はぁ。ケロロ軍曹が、試合しましたから、うん、スコット・ノートンと。スコットランドもやったんで。負けちゃったでしょ、確か。負けてるね、結果見るとね。へぇー。これはね、だから大晦日ね、うん、あるんですよ、うん。だから大晦日ね、ちょっと、注目っちゃ注目なんですけども、うん。ただちょっと嫌な情報聞きましたね、上田さん、ちょっと僕。何ですか、うん、いや、僕どう考えても、うん、こんな好きなんですから、ハッスル大晦日見ようかなとか、思ってるんですけど、うんうん、上田さん、紅白出るっていう噂がある、うん、あるんですよ。いや。いや、だけど、やっぱ、いや、待って、いや、おかしいよね、だって。俺、別芸人だよ。歌も出してないんだよ。だから、ほら、応援でっていう話あるから、うん、それだったら応援とかもあるもんね、芸人行くじゃないですか、よく。うん、して応援じゃないって言うんですよ。まあまあまあ。歌でっていう。いだから、ね、だから、なわけねえじゃんっす。で、さっきから俺も言ってるよ、芸人じゃん。で、俺別に歌出してねえじゃんか。もうね。うん。じゃあ、間違いなのね。出るけどね。うん、え？いや、じゃあ出るよ。ちょっと待ってよ。そんな言われたらさ、え？大晦日でしょ？え、大晦日でしょ？大晦日よ、だって。ああ、大晦日なら出るよ。いや、そしたら俺はハッスルだなんだとかって言ってらんないじゃないですか。相方がだって出るんだったら俺もしかしたら応援に駆けつけなきゃいけないかもしれないし。いや、ちょっと言っといてくれないと。いや、ちょっと待って、それ、でも、別にいいんじゃない？俺が紅白出るからって、お前は、ハッスル。いやいや、これ言っちゃっていいの？だってまだ発表になってないよ。出場歌手。でももうしょうがないだろ。もうここ言っちゃった以上は。いや、もう、そんな追い込まれたからみたいな言い方してるけど、そんな追い込んではいないですけどね。いや、でもそれはもうお前が出んのって確認してきたら、それはもう出るって言うしかないよ。いや、それは秘密でとかいろいろ言い方もあるだろうけど。うん、でもまあもういいんじゃねえか。いいの、うん、まだ、出場歌手も何も発表されてない。いいのね。いや、いいんだったらいいけど。うん、まあね。歌で歌って言うとちょっと言い過ぎになっちゃうかもしれないね。いや、だって応援だったらありえるじゃないですか。だからびっくりしないですけど、うん、歌でしょ、だって。まあ、だからそこだよね、微妙なのは。歌なのか、歌じゃないのかって言われた場合ね。いや、ちょっと待ってて。みんなね、うん、例えば、北島三郎さん。うん、例えば、祭りとかね。うん、モーニング娘。ラウマシーンとか。うん、必ず出てる人って曲、うん、その代表的な曲みたいので出るんですよ。うん。だから、な、ちょっとだからやっぱ勘違いして伝わってんじゃない？お前のとこには。だから俺、いわゆるバックダンサーだからね、俺。で、まあもちろんヘッドセットつけてから、その多少歌うよね、その、サビとか、ふわっふわっとかっていうようなところはね。え、スクールメイツみたいなとこ？スクールメイツ。スクールメイツが出るかどうか知らないけど。だから分かりやすく言うと TRF のバックダンサーみたいな匂いよね。TRF のバックダンサー？ TRF 自体にもダンサーはいますけどね。だからあの一員ね、こうヘッドセットして歌ってるって考えるのが一番。サムみたいなこと？そうね、分かりやすく言うとね。そんな感じよね。まあ、分かりやすく言うとだよ。誰のやつをやるの？で誰で組もうかなと思ってんね、今。俺は出ることは決定してんのよ。そこでね。ちょっと待ってよ。そっちでね。バックダンサーで？うん。それなんか罰ゲーム？なんかの番組の罰ゲームで、ほら、あるじゃん、よく。ああ、なんか、それは応援でとかでしょ。な、何？いや、別に NHK 側からオファー来たからさ。え、直で来たの？
ダンス、だってダンスなんかやったことないじゃないですか、小出さん。うん。いや、だから、ちょっと出てもらえませんかって言うから、いや、だから、そういうヘッドセットつけて、うん、バックダンサー的な感じだったらいい。なんかメインで歌うの、やっぱ。ねえ。え、歌で最初誘われたの？そうね。え、なんで NHK そういうことするんだって、歌。何の歌で？いや、もう。あれかね、もし長野見てんのかな？多分そうじゃない？だから、ろくなもんじゃねえでどうですかって言うから、いや、でもあれ、長渕さんの歌だからね。いや、そうですよ。ああ。あれはただ、上田さんが調子に乗って歌、ファンで歌っただけでしょ？そうなのよ。だから、いや、あれね、ちょっと NHK さん、あれ違うよ。長渕さんの歌だから、俺が勝手にね、歌うわけにいかんよって言うて、向こうが、いや、構わんよって言うからさ、いやいや、構わんじゃないでしょうと。それはやっぱいかんよと。まあ、人の歌を歌う場合ありますけどね、最近ね。まあ、ね。でも、それはほら、ねえ、うん、まず、いや、もし、あねえ、それは長渕さんがいいよって言って、うん、長渕さんとコラボとかだったらまだね。まあね。ね、でも上田晋也、ろくなもんじゃねえ、初登場だったわけです、最初はね。うん、で、なんだったら、いや、先に作曲のとこも上田晋也しますから、ね、もう完全にそれはね、違法行為じゃんか。うん。で、いや、ダメですよって言ったわけ。さ、向こうが、かわいいよって言うからさ。いや、ちょっと NHK もやっぱ、ね、視聴率が悪いって結構、まあ、荒れてんのかな。いや、わかんない。その人がわかんない人だったのかね、よく。まあまあ、ちょっとね。で、当然断ったわけね。それは、それはいくらなんでも長渕さんの数字がっていうことだよね。だからダメですよって言ったら、いや、じゃあ何かしらこう出てもらえないかと。まあね、米師匠が司会ですから、うん、みたいな。そうそう、じゃあ審査員の方でもいいですし、うん、もう審査員がダメならね、観客席でこう見てもらうだけでも。いや、ただの観覧募集じゃないですか。って言うから。すごい落差ありますね。って言うから、いや、観覧席で俺見るぐらいだったら家でね、うん、もうゆっくりくつろいで見たいから、どうせならね。そっちの方がいいっすわって言ったら、じゃあ出ますみたいな感じで向こうがさ、ちょっと渋々言ってきたからさ。そっちがそういう態度だったら出ますみたいな。出ますみたいなさ。急に変わってますよね。そうなんだよ。いや、お前から誘ってきたんじゃねえかよ、みたいなさ。ちょっと一悶着あって。で、ああ、そうでした、そうでした、こっちでしたね、誘ったのはって向こうが言うからさ。じゃあ分かったと、もうそこまでね、やっぱね、熱意持って来てくれるんだったら、うん、俺もやっぱ何かしら協力したいと。うんねえ、だって春までこう NHK さんにお世話になってたわけだし、天才ビット君の方でね。はいはい、で、じゃあ天才ビット君のなんか絡みでね、子供番組の歌とか歌うのはどうかね、みたいな話になったわけ。で、まあね、そういう、まあでもいや、子供の歌は子供の歌でやっぱりね、ちょっと、やっぱその専門家に歌ってもらいたいしってなるからさ。じゃあもうヘッドセットで俺踊るわって言ったのよ。からそのヘッドセットで踊るわっていうのがよくわかんないです。ヘッドセットつけて踊るってことですか？そう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 。そんな、なんかね、そんなお決まりの言葉でも何でもないですよ。ヘッドセットで踊るわっていうのは。でもまあ、向こうも。ヘッドセットはマイクですからね。そうそうそう。ヘッドセット。頭につけるマイクのことヘッドセット。そうそう、ヘッドセットつけて、俺踊るわって言ったわけ。うん、そしたら向こう、ありですねって言うからさ。うん、じゃあ、俺、それで、って言って。誰の時にしようと思ってるの？いや、だから今決めてんのは、とりあえず赤組で、出ると。うん、俺は、うん。赤組でね、ちょっと、なんて言うんだろう、まあ、フレンチカンカン的な衣装で。こう、ぼわっと広がったスカートとか、ね。はいはい、ラインダンスみたいなことするの？そう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 、ああいう感じで出ようかっていうところまで決めてんのよ。で、そこを誰のところで出るかで、ね。まあ、まだ出場歌手。決まってないですからね、もう決まってない。まあね。発表されてないですから。今だから、八代亜紀さんのとこで出ようかな、なんていうのもあるわけ、俺の中ではね。いや、まあ、八代さんがね、出るかどうかわかりませんし、まあ、そうなのよ。うん、そうなのよ。八代さんの時にどうやってそういうラインダンスするのか知らないですけどね。なまあ、八代亜紀さんが例えば船歌歌うなら船歌でもいいわけ。雨、雨、ふれふれです。あ、お酒はぬるめのですか。うん、考えいいのところで、ふわふわって言いながら、まあ俺が踊っても別にいいし、それは。いや、いいことはないんじゃないですかね。まあ、ノリがね、ちょっと違うよって言うんだったら、ね、別にそら、あややのところで歌ってもいいし。まあ、あややのところでもちょっと違うと思いますけどね、変なおっさん出てきて。うん。キャンタマズラの。急にラインダンスをふわふわってやられたら。
あのね、全員、歌手全員がね、長渕さんみたいに上がってこいやみたいな人じゃないんですよ。八代さんで、うん、上がってこいやって言って、ほわほわを許すわけじゃないんですか、船歌ですから。でも一応そう、もちろん本番前楽屋に挨拶には行くよ。例えばじゃあ八代さんと、だから八代さんのところに行ったら、八代さんはちょっと手あるんだ上田って。一緒に歌っちゃおうよみたいなことは言わないの、八代さんは。そうかね。うん、まあ、だから一応挨拶は行くけどね、今日はちょっと、後ろで歌いますんで。何でも許されるもんじゃないね。感じでね。いや、だから俺もちょっとね、確かに先週ね、長渕さんのコンサートで。ちょっと味しめちゃった、ね。客席の前で歌って、味しめちゃったところあるよ。だからとりあえず楽屋に挨拶一本通してさ。でも、ふわふわ。まあだからね、そら、ね、ちょっとまあ、いろいろと、まあ、面識も一応あるってことで、アッコさんのところにお願いしに行くかもわかんないしね。それは。ああ、いやでもそれ、ぶち壊しになるじゃん。楽しみにさ、曲をゆっくり、厳格なムードで歌うのが、まあ一応紅白ですからね。ノリノリのほら、まあ去年でも DJ オズマとか、そういう時にちょっとこう飛び入りみたいなのまだわかりますけど。だから今俺は思ってるのは、できればその、何て言うかな、こう泣ける歌のところの方がいいんだよね。そのしっとりした曲のところで。で、ね、ラインダンス。ランチキ騒ぎっていうのがね、俺は。いやでもさ、許してもらえないと思うけどね。そうかね、なんかどうもお前の話には乗れんね。それは。いや、もうちょっと常識的な部分が上さんがガッチョ欠けてきてんのかもしれないな、うん、そしたら。いや、だからさ、もちろん一向するよ。ね、多少考えて、歌っていいもんかどうか。うん。そのヘッドセットだよ。ヘッドセットって分かってますね、あの。俺ヘッドセットで踊るわ、みたいな。あ、だからよくヘッドセット出てきますけど。ただ、頭につけるマイクですよ。ヘッドホンみたいなもん、ただの。でも歌えるでしょ、あれで。まあ、マイクですからね、うん、一応音も聞こえますから。聞こえが通るとは聞いてるよ、俺、音響さんが。いや、だからマイクですから、ただの。ヘッドセットが音が通るとかじゃなくて。だからもちろんダンスの練習もこれからするけどね、その曲に合わせた。まだだから全然ね、未完成だからさ、踊りも。で、いろんな要素取り入れて踊ろうとは思ってるよ。未完成もクソも。上さん、踊りひどいじゃないですか。だから。リズム感ないし。だから、ちょっとやっぱ多少練習は必要になるだろうと。いうふうにね。しなきゃダメですよ、絶対。とは思ってんのよ。練習は必要だろうとね。誰で歌ってほしい、お前。お前の希望も聞いておくでしょ。いや、俺は、まだね、長渕さんが、出ることになったとすればですよ。したらそこでほら一緒に、仲間も来いやっつって、サビのとこだけこうほら。なるほど、長渕ファンの、そうそうそう、みんな、例えばじゃあ、野球界から清原が来たりとか。みんなが応援して、ウェーイって言って、やんのは俺はありだと思いますけど、そんなのが、面識もないような歌手のところに出てってね、ふわふわとか言って、なんか変なそんなふざけた、なんかあれでしょ、王宮の格好して、貴族の格好してラインダンスするんでしょ。まあまあまあ、そうね。マリー・アントワネットみたいな。ああ、そう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 。いや、ベルサイユ宮殿的な感じよね。そこで上田さんが一人で出てきて、ラインダンスしながらふわふわって、演歌の時に、誰、おかしいじゃないですか。石川さゆりさんが。いや、だから、お前勘違いしてんのが、ちゃんと楽屋に挨拶は行くって。そこは心配してんじゃないのよ、俺今。ちゃんと筋だけ通せよとか言ってるわけじゃないのよ。見てる側としても嫌じゃないですか。いや、上田さんがおかしいのか、その NHK がおかしいのかね。でも NHK には通したからね、俺。話。あの人が NHK の方ならばね。いや、直で電話かけてきたでしょ、上田さん電話に。まあね、急にね。今まで NHK の方から電話あったことないでしょ？ないね。いたずらじゃないですか、それ。いや、でも出たんだよ。非通知だったから、誰だろうなと思って、ちょっと。非通知だったんですか？非通知だったね。だって、番号出してりゃいいじゃないですか。なんで非通知にする必要あんの？あんま知られたくなかったんじゃない？で、じゃあ。何つったの？向こうは。いや、で、どなたですか？どなたですか？ってなるわね。それは私、あの、NHK の、あの、紅白をね、まあ、牛耳ってるもんですか。そんな言い方されたらいないでしょ。そんな言い方しないと思うよ、プロデューサーのとか。で、ましてやさ、やっぱ、マネージャーに、ババアのとこに行きますからね、最初は。知らなかったでしょ、大橋は。ババアにはまだ言ってないよ。だってもう31日は俺もう、今年休むよってもうあらかじめ言っといたから。ね。あ、なら別にその日何しようが俺の自由じゃんか。
いや、ダメでしょ、それは。だって、プライベートでそんなことやっちゃう。そうかね。でもいいんじゃない？嘘ですよ。いやー、そんなことないよ。なんかすごいしっかりした方だったし。実際お会いしてね。実際お会いして。あったの？あったよ、それは。どこで？そう、渋谷のルノアールよ。だって向こうが僕あの、ね、紅白を牛耳ってるもんなんで、できれば渋谷がね、うん、NHK のね、本拠地なんで、渋谷がいいんですけどって向こうが言うからさ。で、じゃあ行こうか、つってさ。別に。どこででもいいじゃないですか、打ち合わせなんて。ねえ、やっぱ近いからじゃない？近いから？うん。で、ちょっと渋谷まで来ていただきたいですよ、つって。いや、もう名刺とかはもう恐れ多いからもらわなかったよ。格好は？格好はね。スーツにちゃんとネクタイしてた？ちゃんと普通に。いや、アロハシャツだったね。髪。いや、アロハシャツつってももうこの時期だからね。あの、下にロング T シャツは着てたよ。それの、ロン T は。下は、やっぱちゃん、え？ストーンウォッシュのジーンズ入ってたね。下は。下、ジーパンに、うん、アロハシャツに下ロン T の T シャツ着て、髪は？髪はまあ、サーファーっぽい感じだったね。さあ、めちゃめちゃチャラいじゃないですか。髭も生えてるんでしょ、多分。そうね。髭もちょっと金髪っぽいというか、金色に。染めてる感じ。で、ジャラジャラつけてるでしょ、指輪とか。おー、そうそう。え、お前もあったの？あってないじゃん。わかんねえ、だいたいチャラいから。いや、チャラくはなかったね。すごいしっかりした方にお見受けしたよ、俺は。で、それで、うん、その人は、なんか、うん、上田にもしかしたら紅白に出てもらう代わりになんか上田さんの方からちょっと、保証金みたいなのを、うん、上田さんの方からちょっといいですかみたいなあったっすか、なんか。うん、口座は聞かれたけどね。え？向こうに。振り込みの？うん。振り込みならまだいいんですよ、別に。そうそうそう。そう。向こうがギャラをね、振り込みますんで。その前に、そのヘッドセットの段階、その用意にお金がかかるんでとか、そういうことなかったっすか？そういう。いや帰りに壺だけ買ってくれるかって言われたけど。それぐらいかね。あー、じゃあ別に騙されてるわ。いやいやいや、さ、あの人に限ってそんなことはない。だってね、紅白やってるって言ってたもん。いやー、上さんも騙されてるっていうか、時間の無駄って。どっちかな、時間の無駄かな。クリームシューのオールナイトニッポン。ラジオネームペペロン有田、今回のオープニング1時17分まではフリートークで、そっから無茶ぶりって、また時間配分おかしくなってきないか。本当だよ。いやだからね、無茶ぶりとかいう意味ではなくてね、やっぱほら、大晦日今年はいろいろあるけど、ダイナマイトもあるけど、やっぱね、プロレスファンとしてハッスル応援したいなっていう気持ちがあるだけに、裏に上田さんがそういうのでやられると困るなっていうのちょっとあったからね。でも楽しみしといて、俺ヘッドセットで踊っちゃうから。まあでもね、多分その人は仕事終わったと思うんですよ。壺いくらですか？壺200万。まあなんでね、その人 NHK に出ろって交渉した人が急に壺を売り出したかっていろいろあると思うけど、うん、もうそこ割愛するわ。そうね、うん、まあ俺もそこは別にいいやと思ったからさ、うん、もう時間の無駄だわ。でも出るから。あ、そうですか、うん、まあ時間の無駄だ。クリームシューのオールナイトニッポン、この番組はブルボン、ラウンドワン、DHC、日本学著作権協会、以上各社の協賛の東京中毒有楽町の日本放送キーステーション全国36局ネットでお送りします。一曲、ユキ。あ、俺ユキのとこで踊っかな。え、出るか知らないけどさ、紅白はね、わかんないっすか、誰が出るか。ユキワンダーライン。有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイトニッポン。山形、ラジオネーム山形県、うん、おい上田に会いた、今日初めてオールナイトニッポンを聞いてくれる友達が、さっきの無茶ぶりが始まった電話で、上田だけなんで紅白出場するの分かってるのってマジで聞いてきたんです。紛らしいトークは勘弁してくれと。いや、思うんだよ。よくさ、今日からね、友達に聞けて勧めたとか、私今日から聞き始めましたけど、よく分かりませんって言ってたけども、俺ね、いつから聞き始めてもわけ分からないですよ。もう、もはや。だからね、もう、それはもう考えてもしょうがないんだよな、こっちは。聞いていくしかない。そうなんだよ。うん、だから要はさ、
例えばほらね、漫画雑誌でもさ、じゃあ急に少年ジャンプ今読み始めてもわけわかんないじゃん。はいはいはい、どの漫画もさ。でもね、まあ1ヶ月も読んでればなんとなくは多分前にこういうことがあったんだろうなっていうのは分かってくるじゃない。うん、もうそういうようなもんなんだよね。まあ、だからね、おい、お前らそんな変な道具ばっかとかね、例えば、このハガキのコーナーがそんなにマニアックになったらもう今更進められないよって言うけど、いいんだよ、もういつ聞き始めてもどうせわかんねえんだから。だから一回だから、ジョジョの奇妙な冒険じゃないですけど、うん、一部勘みたいなのあるじゃないですか。だから、一部どっかで終わらせます、うん、全リセットです。だから、あ、今までオールナイトでしたババアがとか、うん、ババアがとか、名刀がとかダメなんです、うん。うちのマネージャーにババア大橋ってのがいるんですけど。うわ、めんどくせえ、今さ。全部。いや、めんどくせえな、やってらんねえな、それはそれで。ガーとか上田さんの笑いとかも、いや、なんすか、その笑い、その笑いとか。どうしたんすかみたいなとこからちゃんと始める。参ったねとか言ったら、どうしたの参ったって。っていうのを、1回やる。で、2回、3回やってるじゃん、また参ったのっていうのをもう1回やり始めて、まあ、初心者に優しい。いや、ちょいちょいこの番組終わってはいるんだよ。お前のせいで。一周休んだだけで、再び復活させました。クリームシのオールナイトみたいな。何回か終わってますね。何回も終わってはいるんだよ。ね。一周ウィンズがやっただけなのに、ね。今週から新たに始まらせてくれ。ただな、急にそれ言うだけで内容は昔と全然変わんねえ内容になってんだよな。まあそういう方法もありますけどね。来週進めろよみたいな回を作るっていう。考えよう。じゃあ、もし完結させるんだったら今年いっぱい。うん、で、完結させて、来年から新生クリームオールナイトにして。全部コーナーとかもなくなるんだよ、そんな。そうだよ。でも、それはそれでめんどくせえだろ？めんどくさいね。また、な。やめるか。その、ここまで積み上げてきたもんほどのものを作れる自信もないですよ。な、そんな大層なものは積み上がってない。なんか金字塔打ち立てたみたいな言い方してっけど、何も積み上がってない。だって、一生懸命ね、リスナーもおいじりをいただきたいとか。やっと出てきてるわけですよ、いろいろ。そうだ、だって急にさ、ビーチとかさ、豚女って言っても、まあ、もうわけわからないことにしなきゃいけないわけだから、大城っつって、お前なんだよ、太ったんじゃねえの、まあ、豚女だな、とか言うのから始めなきゃいけないです、豚女。いや、別に豚女、どうしても言いたいわけじゃない。豚女で太ったから豚女じゃないですもんね。まあね。いや、意味わかんないんだよ。黙ってたんだよ。結婚を言うの、黙って、こっそり結婚したから、うん、あいつ豚女だって言う。ただの悪口があだ名になったんだよね。まあなあ、まあ考えなくもないけども、その初心者用に。まあちょっと知らないけどね。その代わり、例えばさ、一回終わらすからには、なんていうの？じゃあみんながね、じゃあ5人ずつぐらい、また新たなリスナーを増やしてくれるとかね、今のリスナーが。うん、大々的にこう、新規の客が増えますよって言うんだったら、それはまた考えますけれども。いや、リスナーもだから、あれ前のあの話してくれよとかもう ないわけで、それを考えてね。うん。やっぱり、やってもらわないと困るし、聞く方も、なんか、どっかでね、ちょっとこう、演技しなきゃいけない部分あるんですよ。そうね。ああ、なんだろう。もう、上田のガーッとあれなんだろうな。なんだろうとか、ね、クリーム始まったんだみたいな小芝居やらなきゃいけないんですよ。リスナーも。誰がそんなとこ付き合ってくれるか。まあね、そういうことも考えましょう。うん、東京都ラジオネーム、ゆうきっちに二十歳。時間の無駄もいいんですけども、有田さんのダイエット企画の経過はどうですかと。あ、そうか。じゃあそれやっとく、はい、じゃあ行きましょう。有田のダイエット途中経過ちゃんと音楽とかなるんだよな。そうですかね。さあ、ということでね、まあ、ミスターメタボリック、有田がですね、一年発起して、11月の、あれ、中旬ぐらいか、違うか、初めぐらいか。頭うん。ね、年内2ヶ月で83キロの体重を75キロまで落とそうと、はい、まあ、宣言しましたよ。で、12月25日がね、年内最後の放送ですけれども、そこまでに75キロに達しなかった場合は、まあ、罰ゲームが行われると。まあ最有力はね、おっかさんと親子漫才をやってもらうというのが今のところ最有力。いや、最有力ではないですけどね。最有力ですよ。ねえ、ただ、先週、3週目だったんだっけ、ねえ、現状維持っていうね、もう全然減っちゃいねえっていう。一回下がってそこ。ゆゆしき事態ですよ。そうでしたね。さあ、今週どうなんでしょうか。今週ちょっと待って、頑張ったの？その前。もちろん。今どういう食生活を送って。今は基本的にだからもう炭水化物は一切取らない。食ってないのこの一週間も、はい。もちろん、炭水化物は一切取ってない。お何食ってんの主に。鍋とか、どっか特殊食べても鍋とか。なるほど、なるほど。で、運動は運動は、あれをやってます。今、ジムは行ってなかったんで、うん、エレベーター使わないっていう。ほう。今。だいたい何回ぐらいまで今、8回です、僕、家。おう、8回まで歩いて。新聞を取りに行くのも絶対階段だし。おう、はい、なるほど、ね。だからちゃんとやってますよ。
はいはいはい。さあ、ただ、うん、じゃあ、ね、今日、どれぐらいになってるかで、それは判断しますけれども。よっしゃ。じゃあ、体重計乗ってください。さあ、今日はね、前回が80キロ。どれぐらい減ってんのか、何キロ正直に80キロです。ひどい。いや、おかしい、これは。こいつはひどい。そんなわけないって。違う、そんなわけあるんだよ、実際そうなんだから。あれ？お前これ完全に罰ゲームだな。ほら、ほら。え？俺絶対痩せてんだって。何が何が、ちょっと、なんで最初のメモリがおかしかったの？最初のメモリの問題ですよ。おう。行くよ。ね、乗ってみんじゃ、もう一回。80じゃねえかよ。ちゃんとメモリ合わせてもよ。そんなわけないんだって。いや、あるって。しかも、しかもさ、うん、いや、俺の記憶違いだったら悪いけど、うん、お前最初に乗った時って、靴履いたまま乗ってなかったっけ？いや、それは乗ってないです。本当？てか、俺、家でやっぱほら、裸で測るからだろうけど、うんうん、すごい痩せたと思ってたんだ。いや、でも実際ここでは毎回その服で測ってるわけだから、変わんないよ。これのせいじゃないの？これの。いや、そんなことありえない。それ超高級体重計だから。じゃあ、ごめんなさい。今時このほら、デジタルとかじゃないんですよ。いや、だから何回乗っても一緒だよ。ほら。え？何キロよ？ 79 ぐらいでしょ、ほら。ほんとか？ほら。どう？マジで？ほんと、79だよ、これ。いや、80あるだろ、それ。79.5？ 79.5 だな。いや、だから 500g ぐらいでお前、一気一憂すんなよ。お前、あと5キロ落とさなきゃいけないんだよ。え、79キロでしょ、これ。じゃあ、いいよ、もうどっちでも。もう 79.5 だよ、今日のところは。79.5？ 79.5。じゃあ、もう、なんだったら、お前いいよ。もう、僕、ギブアップ宣言して、来週、その、おっかさんとの親子漫才録音してくるとかでもいいよ。いや、そうはいかないよ、だって。俺だって。無理だって。もう、あと1回切ったんだよ。ベルトとかは重いっていうのあるのよ。うん、いや、そんな変わんないって。だから、本当は痩せてんだって。いや、痩せてない、痩せてない。本当に実際絶対痩せてないって。だから、最後の放送の時は、裸で、ダメだよ。それお前、服のまんまで75って言ったんだよ。約束したんだから、それは。裸見せっから。見たかない。何俺がそれなら手打つだろう、みたいに思ってる。むしろ手打たねえ。まあでも、絶対おかしい。でも、ただどっちにしても下がっていますよね、前に比べて。じゃあ、お前、鍋しか食ってねえって言うけど、お前、鍋何人前ぐらい食ってんの？鍋4人前とか。だから太るよ。もうそしたら炭水化物食ってくれ。飯いつで食った方が太らんねえ。はい、もうほぼ罰ゲームな、これ。とにかく明日学校行ったら3人に進めろよ。クリームシューのオールナイトニッポン。メール。千葉県の那須高原。有田さん、見苦しいですよ。ちゃんと現実と向き合ってくださいと。うん、ね、体重のことですよ。確かにね、ほんとに。もう罰ゲームでしょ？いや、それはだってまだじゃないですか。いや、無理だってね。わかんない。1ヶ月あるんですから。いや、もう無理。お前、この1ヶ月で、要は、3キロぐらいしか落ちてないんだよ。最初に、まあ、ね、それ一番落ちる時期に。この、あと1ヶ月で、1ヶ月切ってんのに無理じゃんか。だって、頑張ってんだけどね。だって、ほんと食いたいのものも食わずに。ほんと頑張ってる？頑張ってるよ。例えば、お前がよく行くもつ鍋屋さん、うん、何人前ぐらい食ってんの？子供と2人でだいたい8人前。頑張ってない。じゃあ、量が少ないの。違う、そんなことない。俺はそのね、もつ鍋屋さんで、2人で 1.5 人前食えばいい方だよ。いやー、俺、わけわかんない。いや、お前がわけわかんない。最初に4人前頼んだらもうすぐなくなるんだわ。そんなわけがない。まあ、でも、持つはいいから、ヘルシー。じゃあ、だからまず4人前頼むことがおかしいじゃん。減量してるやつが。とりあえず4人前っていうのがおかしいじゃんか。持つはヘルシーなのよ。いや、だから、持って、キャベツとニラだから。うん、いや、それはヘルシーかもしんないけれども、うん、実際そこまで食えば太るよ。それは。もう罰だな。もういいや。いや、もう罰っておかしい。もう罰。とりあえず。頑張るよ、あと1ヶ月間。絶対無理だよ、もう。いや、それはもうやるから。いや、無理だな。これからますますちょっと忙しい時期に入って、そんな減量どころじゃなくなるもん。いや、確かに打ち上げとかね、そういう回数も増えてくるだろうけどさ。うん。いや、そこでも俺は頑張るよ。いやー、怪しいね。まあいいや、とりあえずね、有田の罰ゲーム、まあもうちょっと募集してるんで送っといてちょうだい。ありゅうやつまく、オールナイトニッポンドットコム。ありゅうやつまく、オールナイトニッポンドットコム。罰のかかり、よろしく。
日本放送から北は北海道、南は九州、沖縄まで全国36局ネットで生放送。クリームシチューのオールナイトニッポン。僕らの美談、我々クリームシチューをはじめ世間的にはイメージがあまり良くない人、いますけどもね、まあ、隠れた美談を、作ることによりましてですね、イメージアップを図ろうじゃないかという、まあ、ことでございますけどね、まあ、今回も、芸能界代表した、美談師の、上田さんに一言何ですか。美談師って鑑定士みたいなもんです。美談師、まあそうなの、はい、上田さんにご付き合いいただこうと思います。俺しかいないのね、だって付き合いのねすいませんけど、お付き合いお願いします。よろしくお願いします、はい、まあちょっとね、いいのもちょっとあったんですけども、最近ちょっと荒れてるじゃないですけどね、まだ始まったばっかりで荒れてるってどこですかちょっと根拠がないよというのが先生の方から、あのリアリティがね、なぜそうなればそうなるのかっていう、そのつながりだとかさ、そういうのはなかったりするんだよね、説得力、いわゆる、あのあれがやっぱ最高じゃないですか、その金ちゃんの、ね、24時間テレビに出てください、嫌だ、金釣り上げた、そんな金汚いの、じゃあこれのお金でどうですか、分かった、じゃあそれ全部寄付しろって、このなんかね、嫌な人と思わせてみたいな、素晴らしい、指弾をね、我々も作っていただくとありがたいんですけどね。そうね、ちょっと紹介したいと思います、神奈川県の、ラジオネームかつ明治大学のことですから、それなりに、文才はあると思う、上田が高校の時に先行ってっかんな発言を残して野嘘をしたエピソードは有名だが、実はそれには大きな理由があった。前日有田が町の不良に因縁をつけられ、トイレに連れて行かれて殴られていたのだ。上田たちが助けに駆けつけたのではなんとか助かったものの、有田のショックは大きかった。この日買い物に誘ったのはそんな有田の気を紛らわすためだったが、上田は有田のことを考えると、有田の前でトイレなんて行けなかった上田の嘘は有田のことを思った結果であり、二人の友情の証だったのであるという。美談でも何でもないな、気使うところを間違えてる。俺は彼女じゃないんですか、うんこしてる姿をねの方がいいでしょ、だとすればトイレ行ってきますって言った方が全然いいよ、そっちの方が。これダメですね。しかもそんな有田のショックが大きかったって、僕そんなショックなのに、上田さんのね、橋の下でうんこ見つけてギャーって笑ってるわけですから、そっち見てた方が、そうね、それで気を紛らわせさせたんだとかだったらね、まだまだわかりますけど、有田の笑顔を取り戻すためにみたいな、ああそっちだったらまだね、そうだったらね、手段おかしいよとはなりますけど、まあ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 、じゃあちょっと書き換えとくか、そういう風に有田の笑顔をね取り戻すために、買い物誘ったとこまでいいんですよ、だから。でも有田のことを考えると、有田の前でトイレなどいけなかったっていや、おかしい、どんな気遣いだよ。これはちょっとダメですね、これは。ダメですね、これはクソつきパンツ、クソつきパンツ考えていいですね考えていいです、美談というよりは、美談というよりはクソつきパンツです内容もそうですけども、わかりました続いていきましょう。長崎県佐世保市、ポンズ。有田が最近太っているのは訳がある。実は有田は子供の頃病弱でガリガリで、いつも母親に心配をかけていた。だからテレビを見ているふるさとの母親に気苦労をかけないため、丸々と太っているのである。でもこれもちょっと違うだろうね。でそこまで太ったらより心配になるからね、親は。 あんなに痩せてた鉄平がってなるからね、まあ、確かにあの子供の頃は、あでもね違うんだよな、確かに喘息がすごかったんですよ、僕小学校で幼稚園ぐらいの時、でもその時の方が太ってましたから、だからな、いやだってほら健康的なね、なんて言うんだろう、肉好きならばお母さんもよかった、あんなに体が弱かった子が ね、あんなに体強くなったって安心するけど、そんなメタボを見て母親がよかったとは思いませんからメタボは危険だって言われてるのにね、でそれを俺は言ってるってことでしょ、上田さんに。ちょっと今日も本番中一発振ってくんねえかなって言って、俺腹出すチャンス欲しいからさ、お袋見ててんだっておふ見てより心配になるからね、あんな腹。じゃあちょっとこれ美談というよりは、まあこれクソつきパンツですな
これクソつきマウントですか。っていうかさ、美談一個もなくないか。いや、あったじゃないですか、クリームなんとかの AD。 いや、だからその先週からよ。あ、先週からちょっとないですね。ペンネームペッサリーナ。なぜ大仁田敦は M1 に出たのか。あ、出てましたよね。大仁田が M1 に、誰もが耳を疑ったことだろう。しかしそれには理由があったのだ。本来 M1 の M とは漫才を指すのだが、彼の場合は違う。大仁田にとっての M は真鍋なのだ。当時真鍋はレポーターばかり、実況には辻吉成がいた。その後辻がテレ朝を退社しフリーになったものの、真鍋がメインで実況することはなかった。そして現在辻は通販番組で大活躍、真鍋はニュース番組でやはりリポーター。そんな真鍋に向けてのメッセージを込め M1 に出た。もちろん大仁田が M1 で勝てるはずもなく初戦敗退。しかしこれも計算だった。真鍋、真鍋、無様じゃろ。おい、笑うなら笑え、笑うなら笑え、真鍋よ。大仁田は真鍋にナンバーワンになってほしい。だからこそ M1 真鍋一番に参加し、見事な負けっぷりを演じたのだ。頑張れ、真鍋。これ締めが頑張れ真鍋になってますけど、もう対象者がちょっと変わってきてるしな。テレ朝のアナウンサーですよね。一時期あの大仁田劇場っつって、真鍋見たいかっつってね、よく投げ飛ばされたりしてましたけどね。それを急にまあ持ってきたと。いや、例えば真鍋さんが今病気で倒れてて、まあね、なんかプロレス以外で活躍してるとこ見たいって言ってると、まあいわゆるベタで言えばね、で M1 出てるのいいんですけど、その M1 自体の M が真鍋なんだっていう、そこが強引なんだよね。漫才ではなく真鍋の M だって言われても M だったのだとか言われても、いやいやだったのだって言われても漫才の M って分かってるから漫才やってんでしょうよみたいなね。ちょっとこれは頭がこんがらがるというか。そうですね、まあ一言で言えばこれクソつきパンツですね。辻さんは今ね、通販番組で活躍とか、そんなくだりもいらないような気もするし、ちょっとこれもね、ちょっとなんかピリッとして。いや、だからいいんですよ、別にね、あの、このコーナー閉めちゃっても。いや、やっぱり欲しいですもん。僕も言った以上は。まあね、だからこのピリッとしたのが来ないのよ。あ、すいません、宮城県気仙沼市、ラジオネームセンズリ。あ、気仙沼に行ったのか。クリームシチューのおばさんマネージャー、馬場さんこと大橋優香が、東京の三鷹に住んでいるのには訳がある。いつもクリームの二人に仕事ができない、クソババアなどバカにされている彼女だが、しかし彼女は世界一、いや宇宙一のクリームシチューファンだ。彼女はクリームが現在のような売れっ子芸人になる前の低迷期、日々彼らをどうやってスターにしようか考えていた。そしてこう誓ったのである。この子たちは絶対に面白い。今この面白さを理解できてない世間の人間に、いつかこの子たちが売れたらこう言ってやる。見たか。あ。はい。いや。もうこいつちょっと本当にもう全国アニアもやめさせて、もう一回ラジオネーム戻させようか。吉田忠宏に。こいつが。見たかという、そういう意味で三鷹に住んでるという。ね、まあ何も心打たれないし、ね。途中までね。いい流れだったんだよね。単なるダジャレで終わってるし、もっと言えばババアはもう今三鷹でもねえし、みたいなな。いろんな要素があるのよ。見てろとかだったらわかりますけどね。いつか見てろよって思うから見てろというところに住んでるならわかります。まあね。最初から三鷹っていう。言ってやるなら三鷹っていうのは、ね。そうなんだね。やめちゃうこのコーナー。いや、ダメです、これは。だって一個も美談ないんだよ。最初にあったやつね、僕が AD を出すのは、いや、あの実家のおっかさんに見せてあげるためなんていうのは、本当にあ、これこれっていうあったんですから。そうだね、いきなり来たんですよ。だからそっからずっと尻すぼみなのよ、まあ、いわゆる流頭ダビみたいなもんよね。最初勢い良かったのにみたいなさ。まあ今日もどれがいいかって言ったら M1 それになるんですか。いやいや違いますよ、美談ワングランプリ今日で言えばどれがない。みんなクソつきパンツ、クソつきパンツですよ全部が。これダメですよ。野口さんの、いや野口さんもおかしいでしょ。俺はその上有田の前で気使ってトイレ行かねえとかさダメダメ。まだじゃあ太ってる
うん、やっぱり。まあ、まだな。まだね、でも、それも、なあ、メツと鼻くそレベルだけどね。悪いけども。せっかく書いてきてくれたやつには。じゃあ今日、大仁田で。ダメです。まだいや、ダメです。ダメです。っていうか、なんでお前そのグランプリ決めたかの、別にグランプリになったからって。毎週一個ずつはやっぱりほら。毎週一個ずつはね。いやー、このコーナーちょっと厳しいな。いやいやいや、それはやっぱりこれはもう僕やるって決めた以上やりたい。もうちょっと頑張ってくれんとな。本当にじゃあまず感動させてほしいってことですね。そうなんだよ。うん。ねえ、で、なんかこう説得力を、ああ、なるほどね。だから本当に、これリアルの話なんじゃねえのって思うようなさ。それがね。まあ本当にその、これは本を出すっていう話もありましたからね。うん。今まだ一ページも書けてないからね。これはこのコーナーの。芸能人の美談をいっぱい書いたね、うん、本を出すと。ノベルティーブックとして。そうよ。まだ前書きの部分だけだからね。一ページも書けてないよ。ちょっと本気出してもらえますかね、じゃあ、リスナー。もうちょっとお前ら本気出して、ほんと頼むわ。なんかこう思わず泣いちゃうぐらいの。さあね、うん、俺もう泣いちゃって、俺もうちょっと俺は2時から3時の間ちょっともう番組にならんと、俺は喋れないと。だからちょっと俺先帰るわぐらいのことを言わせてもらいたい、ね。言ってっかなってぐらいの。うん。言わせてもらいたい。わかりました。じゃあ、募集の方だけ。さあな、ちょっとね、僕らの美談ね、もうちょっとこう、なんて言うんだろう。おー、いいねー。ね、これいい美談だねー。また説得力あるねーっていうのをね、ちょっと、がっつり考えて送っといてちょうだい。あるいはアットマーク、オールナイトニッポンドットコム。郵便番号 100-8439 日本放送フィームシノールナイト日本僕らの美談の係までと。上田の奥さんと上田のお母さんも毎週聞いてるぞ。まあね。クリームシューのオールナイト日本。ツッコミ道場例えて勝てん。毎回上田チーム、有田チームに分かれてテーマにまつわる人、物にあくまで例えツッコミを入れてもらってできる人やっているコーナーです。勝負は5ラウンド制。1ラウンドごとにディレクターの ED ビーチ、AD 名前、女性ミスター、豚女の3人のスタッフが勝敗を判定します。3ラウンド取ったチームの勝ち。罰ゲーム決まったみたいですね。上田チームが負けた場合は、初体験を迎えて緊張でなかなか挿入できない童貞リスナーに上田さんがベッドサイドから肘でもええから中入れろとアドバイスする童貞亀だけ。亀だけは関係ねえじゃねえか。もうやんぼ。有田チームが負けた場合は性転換。おお、きついねお前。5週連続負けたぐらいでなんで性まで変えなきゃいけないの。まあ俺もほんと童貞縛りから逃れられないね。さあ、ただいま、先週俺が勝ったよな。一勝、上田一勝ということで、今週のテーマは、今話題の本の対決ということで、上田チームが、売り切れ続出のミシュランガイド。はい、ミシュランね。有田チームが120万部を突破しました、ホームレス中学生と。ということでございます。で、ここが、最初はグー、じゃんけんチョキ。じゃあ、高校でお願いします。よっしゃ、じゃあ、上田チーム先行で第1ラウンド。どれ行くかなぁ。じゃあ、これ行くか。熊本市のてるてる観音。一般客のふりをして料理をチェックしていたものの、どうやらバレバレだったらしいミシュランの調査員のあまりの白々しさに一突っ込み。オールナイト打ち切りコントの時の上だけ。まああれは俺本当に、ね、本当に新鮮な感じで俺は聞いてるんだよね。あ、本当打ち切りなんだっていう気持ちでね。え、楽しかった。でも楽しかったよね。ってかね。まあ、楽しかったよね。何一回、たので切ってんの。ね、横浜市朝日区ラジオネームメタボリック同好会。映画でも見るか。昔流行ったバトルロイヤルの続編が出てんじゃん。キャンタマロイヤル？まあいいか。42人の中学生がバスの中で眠らされ、無人島に連れてかれる。その時主人公の七原は眠る前に、あったかくして寝ろよというダミ声を聞いた。そして生徒たちが目を覚ます。そこには見慣れない教室。はい、皆さん、あったかくして寝れましたか？俺は今日からお前らの担任になる、クリームシチューのキャンタマ深夜だ。よろしくね。騒ぐ生徒たち。なあ、そこの、中学生のホームレスじゃなかった中学生よ。ちょっと静かにするわけにはいかないか。静まる生徒。じゃあ説明するからドッカーンって感じで聞いてくれて構わんよ。みんなここに来てもらったのは他でもないのよ。今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらうのよ。じゃあみんなに一つずつ武器を配るからもらったら外に出て行ってくれや。じゃあ一番赤松くん、君はボウガンよ。
2番、有田君は、豆。いや、豆ってなんだ武器じゃないじゃないですか。うん、豆嫌なの。うん、じゃあ、仏。いや、仏ってない、物でもないじゃないじゃないですか。お前、わがままだな。じゃあ、袋さん。その映画を天国で見ていた深作監督が一つ突っ込み。この映画、今日まで。まあ、そらそうだわな。はい、あれ、あったか、ホームレス中学生。だから、あった。おい、そこの中学生のホームレスじゃなかった中学生よ。おい、そんな使い方ありなのかよ。なあ。いや、これありです。しょうがないです、これは。だ、だって、ホームレス中学生だぜ。中学生のホームレス、じゃあ。ホームレス中学生って言うのが、ほら、もう、うん。言葉自体が造語ですからね。いや、そうだよ。でも、それをテーマとして挙げなきゃダメじゃんか。中学生のホームレスと違うんだわ。いや、中学生のホームレスはホームレス中学生。いや、これはちょっとテーマを使ったうちに入らんな。ここまで行くと。これちょっと判定にかなり響くと思うね。そうかね。うん。判定どうぞ。有田上田、有田おかしいだろ。いや、今テーマ処理してねっつってんだろうがよ。判定響いてなかったみたいですね。ED に AD この野郎だよ。腹立つわ。ミラウンド目。静岡県の、顔岩石。ミシュランガイドのミシュランが実はタイヤメーカーだという事実のあまりの意外さに一つ突っ込み。実は英会話の本出してるジョー小泉か来た。ジョー師匠、来たよ。お前知らないです。実は英会話の本出して知らないですし。ああ、ジョー小泉。別にその笑いもしないですよ。いや、もう、今、リスナー中大笑い。全員リスナー大笑い。本当に、あ、そうなんだ。だけど考えてみ。俺がこれ外すネタだったとしようよ。そしたら、1ラウンド目取られてんのに持ってくるわけがないじゃんか。ね、ここは鉄板だから取りに来てんだから。だから上田さんがバカなんじゃない鉄板だから俺取りに来てんだもん、ここ。鳥取市、布団が敷いてある。なんだよ、ホームレス中学生売り切れじゃんかよ。しょうがねえな。じゃ、長渕のライブでも行くか。長渕行ってたね。長渕のライブ会場にて。お前ら、今日は俺のライブに来てくれてありがとう。ああ、よっしゃ。実はな、今日は俺の友達が奈良から車を飛ばしてきてくれたんだよ。みんな盛大な拍手で迎えてくれ。紹介するぜ。仏うわあ、仏奈良最高。おー、仏まだまだ行くぞ。おー、仏まだ行けんのか。おー、仏行くぜー。えい、えい。ライブ終了後。参ったな、今日の曲ずっと強し強しって言ってたのに、仏が上がった途端にみんなが仏仏って言い出してさ、俺お前は拝んでやろうかと思ったよ。これを聞いた仏が一つ突っ込み。構わんよ。この場合さ、その仏仏って言ってんけど、何あの大仏が来てるっていう風に理解した方がいいの。すみません、仏っていうのはもうわかんないですね、俺も。でも多分奈良からってことはあの大仏なんだろう、きっと。多分な。多分あの大仏がこう来て、せいやせいやってやってるわけでしょ、多分。そもそも仏っていうのは駅を食べちゃったんですからね。まあな。そっから始まってるわけですよ。はい、よくわかんないです。何が来て、今喋ってましたけど、奈良の最高とか言ってましたけど、ね、どんな声かもわかんない。ああいうことなのかな、前、元気が出るテレビで大仏婚だっけ。ああ、でかいのね。うん、全国をこう、暗夜してたじゃない、うん、ああいうことなのかな、わかんないね。でも、食うわけですからね。まあな。まあ、いいか、よくわかんねえや、うん。じゃあ判定どうぞ。上だ、上だ、上だ。今言ったけど。おかしいじゃん、マジで。言ったけど、今このコーナーで一番強いの上皇泉だからな。三人が三人と思ってるのおかしいじゃん、もう。俺言っとくけど、なんだったらファイナルラウンドに上皇泉でもいいんだよ。今、鉄板だから。一番強いんだから、上皇泉が。わけわかんねえわ。じゃあ、お前がそれはね、世の中から置かれていってるのよ。お前が知らないだけだ。ね。いや、だからいいって、だから、ボクシングは科学だ、貸してやるから。いや、ね、そういう問題じゃないよ。ジョーさんの著書である。他もあるよ、別に。世界のマッチメーカーの方がいい？だ。そっちの方がいい。いや、信じらんない、この現象。何や。ボクシングバイブルの方がいいってことか。ジョーさんの著書で。いや、それだったらまだ英会話の方がいいよ。ほんと、あ、英会話本の方が。ジョーさんのダジャレが載ってるトピックスの本あるけど、お前それ読むか。な、何ダジャレがあるトピックス。世界のトピックスっていう本で、必ずダジャレで締めてあるんだな。その本が。それじゃあ今度持ってきてくださいよ。
ああ。それでちょっと解説してもらっていいですか、こんな人だっていう、うん。俺全然見えないから。まあ、まあでも一番は、じゃあお前月曜日の8時から、とりあえずワウワウのエキサイトマッチを見ろ。で、もし8時からね、ボクシングを見るのがだるいってもし言うんだったら、あー、9時50分ぐらいから見りゃいいや。そしたらジョーさんがワウワウに入ってないですからね。ワウワウに。ありえないでしょ、ジョーさん見るでしょ、入って。ジョーさんを見るために入る人はいないからね、まず。俺それで入ったよ。俺ボクシング見なくても9時50何分から絶対見るよ。いや、だから、その、トピックスの本を持ってきて、どんなダジャレを言うのかとか、ちょっとわかりたいから、そこまでこの人気あんだったら。じゃあ、わかったよ。じゃあ、要は。トピックス持ってきてよ、その。トピックスな。よくわかんないですね、その。ダジャレが入ってるトピックスあるよっていうことも。どんな本だと思いますけどね。じゃあ、とりあえず11ないわな。3ラウンド目。江東区のオナニート。ダメだね、こいつ変えさせよ。こんばんは、スーパーニュースの時間がやってまいりました、安藤優子です。2008年版ミシュランガイドが、たった今臨時ニュースが入りました。お伝えします。お笑いコンビクリームシチューの有田哲平さんが熊本県知事選に出馬することを決意したようです。まずはその出馬表明会見の模様を VTR にまとめました。ご覧ください。どうも、僕です。この度僕は故郷である熊本県の知事選に出馬することになったんですが、それにあたってスローガンを作りました。どうぞ聞いてください。デデデン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 デデンデデデンデデデン、ウィー、ケーキはあげる。サープマイク、でも私行くのは遅めです。でも熊本関係ねえ、熊本関係ねえ、熊本関係ねえ。はい、正規度ピュッピュ、チンコ立ってる、チンコ立ってる、チンコ立ってる、ウィー、熊本帰る。生活態度は変えない。ネションもネグソもやり放題。でも熊本関係ねえ。熊本関係ねえ。熊本関係ねえ。それにラブホも行き放題。このはちゃめちゃな出馬表明会見に木村太郎が一つ込み。まあ、これは新しい政治の幕開けでしょうね。いや、そんなニュース番組で流してんの、それ。木村さんが言うぐらいですか。まあね。まあ、なぜお前がその、ね、後輩のネタをパクってやったのか、ね、パクってかわかんないしね。よくわかんないですけれども。最低ですよ、本当に。どんぐりスカイハイ。午前3時になりました。中高生の諸君、お待ちどうさま。ホームレス中学生を読むのをやめて、エッチな気分でお楽しみください。エロ商店の時間です。まずは、メンバーの自己紹介から張り切ってどうぞ。季節は冬になりましたが、相も変わらず女性器大好き、ノンキーズ山崎でーす。最近すっかり寒くなってまいりましたが、私の懐は妻のおかげで常に極寒、桂歌丸です。歌丸さん、いえ、今日はエロ商店ですからね。まあいいでしょう。では一問目、まずはエロ問題です。皆さんには、まず、ああ、行くーと、おっしゃってもらいます。それで私が、どうしてないと聞きますので、なんかおっしゃってください。それでは、のんきーず山崎さんから。はい。ああ、行くー。おー、どうしてない？いやー、気持ちが良くって。ガハハハ。いやいやいや、そのまんまじゃねえか。エロいねー。そのまんまだよ。いや、エロいねー。山崎くん、大人のおもちゃを二つあげてください。はい、では、歌丸さん。ああ、行くー。どうしてない？事故にあって天国に行きそうなんです。え今もしかして普通のことをおっしゃいました？さっきのも普通だったよ。馬鹿言っちゃいけませんよ。エロくないじゃないか。山田くん、宇田丸さんの服を剥がしてください。はい、それでは山田さん。あー、行くー。おー、どうしてない？だから気持ちがいいんですよ。あー、それだけエロすぎますね、おい。エロすぎないよ、別に。抱いてください、私はもう。といったところでエロ商店を開き、また来週。と、すっかり深夜の顔を見せる三遊亭円楽が放送を見て自分自身に一突っ込み。男だからしょうがないね。なんでこの新たな展開。急に出てきやがったな、エロ商店。何か、ああ、行くと言ってもらいますな。そしたら、どうしてないって言うの？どうしてもそうもないでしょ、行くに。気持ちがいいからです。そうなんだよ。何にも入れちゃいねえんだよ。ひどいね。じゃあ判定どうぞ。有田、上田、有田。はい。そうか、リーチで。ああ、もうリーチなんだな。そうですよ。有田チームリーチで第4ラウンドは CM だと。
深夜。どうも、僕です。クリームシチューのオールナイトニッポン。さあ、じゃあ有田チームがね、リーチのところで第4ラウンド。大阪、かさぶた。クリームシチューのオールナイト本番前にて、名前の心。いや、参ったね。いや、本当に参った。この番組を担当するようになってから半年以上経つのに、全然いじられねえよ。俺もブレイクしてよ。ブレイク。長浜みたいになりたくねえよ。大していじられないままこの番組を去るなんて、どっかでいじられるポイント作らねえとな。お、上田、いいとこ来やがったな。ほら、これ携帯見ろよ。おい、俺の携帯、待ち受け上小泉にしてんだぜ。ほら、見ろよ、ほら。おい、銀玉、玉木、見ろよ。くそが役立たずめ。お、ゴミメガネいいとこ来たな。こいつに頼んで、俺がいじられるハガキを優先的に選ぶように。って、おい、何？おい、ゴミメガネ。俺がオールナイトやってるハガキ、何ボスにしてんだよ。これ最高だろうが。面白いだろうが。名前川柳とか、スターダスト名前とかよ。ああ、ほんとゴミメガネだな。今度自分でネタ書いてやろうかな。お、有田、いいとこ来たな。おい、これ見ろよ、ほら。わざと靴逆に履いてんだよ。これいじれよ。面白いだろ。おい、チンコ有田。ミシュランガイドなんて読んでないでよ。ああ、よし、こうなったら、石川にいじってもらうしかねえか。ほら、上小泉の待ち受け。靴が逆、いじれよ。無視かい。ああ、くそ。リスナー、俺をいじるハガキ書けよ。こいつが使えねえからよ。ほんとゴミだな。と、こんなことを考えていた名前に杉本彩が一つ込み。デリシャス。なんでだろう。なんでだそう、なんだよ、ブレイクしたい願望。わかんねえんだ。みんな別にブレイクしてるわけじゃないんだけどね。でも名前、長浜もね、どうもブレイクせずに終わったらしいからさ。長浜のままでしたよね、確か。まあね。あだ名つけてくれ願望があったからな、みんなに。やっぱ名前とかブレイクしたいの。やっぱいじ、はがきでいじってもらいたいなとか、やっぱあるみたいにうなずいてるもん。やっぱブレイクしたいみたいなね。脳器具。アニマの浜口が、キリンの田村さんにインタビューをしていた。まずはホームレス中学生のミリオンセラー突破おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ところで、ホームレス中学生はどんな内容の方なんですか？まあ、簡単に言うと僕の自伝ですね。僕は貧乏だった頃の話を中心に僕の人生について書いてます。ふざけるなよ、おい！なんで京子じゃなくてお前の人生書くんだ？京子の人生を書かないなんてどう書いてもおかしいだろ、おい！おい、田村。よくも京子の人生じゃなくて、お前の人生を書いてくれたな。行くぞ！キャラ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 ！うわぁ！あ、そうだな、気合だろ。キリンです。うわぁ！お前、キリンじゃなくて田村だろ。お前、全然首が長くないじゃないか。なのに、キリンですか。なかなか面白いな、おい。あ、まあ、このギャグは、本当は僕のギャグじゃないんですけどもね。お前のギャグじゃない？まさかお前、京子のギャグじゃないだろうな。いや、相方のやつなんですけど。ふざけるな、おい！なんで京子のギャグじゃないんだ。こんな面白いギャグが、京子のギャグじゃないとおかしいだろ。おい、田村、おい。よくも、キリンですと、京子のギャグじゃないと言ってくれたな。違うの、キリンですって言ってた。じゃあ行くぞ！キャラ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 ！うわぁ！キリンです。うわぁ！お前、キリンじゃなくてダブラだろ、おい。その客なかなか面白いな、おい。じゃあ次の質問いきますか。田村さんは昔貧乏だったそうですが、貧乏時代のエピソードなんかありますか？あ、そうですね。実は僕、家がなくて公園に住んでたんですよ。ホームレス中学生っていうタイトルも昔公園に住んでた時から付けたタイトルなんですけどもね。ん？公園に住んでた？公園に住んでたって誰と住んでたんですか？まさか京子と住んでたんじゃないだろうな。いや、一人で住んでました。うわぁ公園に住んでたって言うから、思わず京子と一緒に住んでたかと思ったら、一人で住んでたか、おい。なかなか面白いな、おい。では最後に一言ありますか。まあ、僕のホームレス中学生とっても面白いので、ぜひ買ってください。ふざけるな、おい。なんで京子の宣伝をせずに自分の宣伝をするんだ。どうせ宣伝するなら、京子の宣伝をした方がみんな喜ぶだろう、おい、田村。よくも京子の宣伝じゃなくて、お前の宣伝をしてくれたな。じゃあ行くぞ！
ゲラ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 、うわぁ、こう言われた田村が、アニマル浜口に一つ突っ込み。キリンです。そう言われたアニマル浜口がさらに一つ突っ込み。うわぁ、突っ込みじゃねえっつんで。いや、俺疑問なのがさ、ね、まあ、毎週毎週アニマル浜口がレポート言ってんけど、はい、どこの曲が使ってんだ、リポーターとして。すいません、ね。成立してないことぐらいわかるでしょ、ディレクターも。今日この話をしないと怒るし。なあ。最近なんか急に切れたのが笑い出す。そうなんだ。もう完全に破綻しまくってんだよ。どこの曲かが知りたいよ。さあ、これで負けちゃったらやばいんだよな。判定どうぞ。有田上田、有田ー負けたー。さあ、来たー。ああ、今日は有田チームの勝利と。うわー。ということですかー。じゃあ、消化試合いきますか。ね、一応ね。まあ、しょうがないな。負けたけどね。じゃあ、一応、消化試合ファイナルラウンド。札幌市、エンドレス様。上田。じゃあ、上田チームはテーマ、ミシュランガイドで送ってこい。有田、さっさと済ませてくださいよ。おう、4400サードシーズンな。セカンドシーズンじゃねえから間違えないようにな。決まった。それじゃあ、アンコウさん、僕が知事になる件、おいじりお願いします。じゃあ、あったかくしてんだろうよ。僕から以上。ピッポ、ピッポ、ピーン。あんこ、寒いわね。さっき聞いたんだけど、有田くん知事になるらしいじゃない。もしそうなったら熊本も盛り上がるわね。でも有田くんも知事になったら遠い存在になっちゃうわね。接待なんか受けちゃってさ。なんか寂しいわ。え？なに、ケンちゃん。え？ちょっと。ちょっとケンちゃん、パスタは知事にならなくても食べられるわよ。今度連れてってあげるから、まったく。え、何ケンちゃん、友人の友人は知事じゃなくて大臣よ。もう何言ってんの。え、ちょっと何ケンちゃん、イーキーチキチキ、そんなわけあるかいんだって、イーキーチキチキ、ボンツボンボンツボン、チキチキ。このラジオを聞いた藤岡弘が一つ込み。いやー、冒険だね。なるほど。うん。もうアンコさんじゃなくても誰でも言うわけだね、これ別に。うん。茨城県つくば市、千鶴。あれさっき気仙沼にいたんだけどな、あいつ。上田和也と、有田美智子の、そうか、それだったな。お袋の間に一本またかい。いやー、参ったねー。あら、今日はテノール編？有田さん、なんかいいことあったの？いやね、先週うちのてっぺが熊本に帰ってきましてね。へえ、また帰ってきたの。で、奴がどうしたって？それがね、お袋寂しくないかって聞くわけ。寂しい。ほら、私10年以上前に主人がね。ああ、そうでしたね。なんかすみません。いいのいいの。でもずっと一人だったからね。ああ、まあ私もね、お気持ちわかります。その前はね、主人の会社が倒産しちゃってね。ああ、まあうちもね、プロパン屋やってますからわかりますよ。まあその前はね、すごく裕福な暮らしをしてたから余計ね、ちょっと来たんですけどね。まあ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 辛かった。だよね。で、その前は水泳でオリンピック。おめえしゃらくせえよ。どんだけ話したか登ってんだ。産卵を控えて鮭みたいになってんけどよ。上田さん、私人間です。分かったろ、ボケ。もしよろしければ話を進めろ。でね、そんな私のためにてっぺいがパグを買ってくれたの、パグ。あ、パグ？ほら、いいよね。そうだ、有田さん、パグの名前の由来知りたくない？いや、いいです。ガーまさかのうんちくうんち。でね、そのパグが可愛くて、可愛くて参っちゃうのよ。もう名前つけたの？つけた、つけた。ほら、なんとか中学生って本あるじゃない？ああ、ホームレス中学生のことかな。そうそうそう。そっから取って、ホームレスって名前にしたの。え？それちょっとひどくない？そうかな。私はいいと思う。あ、違うわ。名前小鉄だった。だから間違いようが
がないでしょうよ。そのくだり、有田一族の伝統か。もう私疲れたわ。はいはい。もう、パグ書いてよかったですね。羨ましいですね。ああ、どうもどうも。そういえば、上田さんとこのパグみたいな娘さん元気？おい、またんかい、タコ、こら。俺の娘がパグだ、こら。何がこらだ。どうせ上田家の奴らみんな芝だらけの面してんだろうが、こら。何こらだよ、こら。しわくちゃ、こら、DNA、こら。おい、リアルネーム、有田美智子よ。うちの娘がパグみたいな顔してるわけねえだろな、こら！と、自分の娘を侮辱され、長州化している上田和代に娘が一つ突っ込み。おふくろ構わんよ。構えよ。お前のことなんだからよ。8個までね、突っ込み入れ始めましたけど。おふくろないと日本繰り広げられてんなぁ。マジで一回聞いてみてよな、おふくろないと日本。ここまで、和代はやりますかね。やるわけねえだろ。しゃらくせえよ今日は言ってましたけどね。言わんねつ。さあ、じゃあ判定をどうぞ。ありたありたありた。じゃあ、4-1だ。しかも1個はジョーコ泉。いっぱいだな。いや、ジョーコ泉のあれですから。俺やっぱあれ、これファイナルラウンドでジョーコ泉しかねえな、こうなったら。ありましたね。色素動画乾杯だな。はい。いや、強い。おふくろネット日本。さあ、じゃあ来週のテーマ。2007年大ブレイク対決と。いうことで、上田チームがね、まあバラエティだけじゃなくて、歌手としても大ブレイク。こう、紅白出場とも言われるショコさんね。ちょっと待って、マジでこれ。いや、俺もびっくりした、今見て。これ今見てびっくりした。有田チームが、ね。まあ今年終盤に入って確かに大ブレイクしましたよ。誰だとも今年終盤に入って大ブレイクしたと言えば。小島よしおでしょ。違う、上皇泉。ふざけんなって、マジで。誰考えてのテーマ、マジで。俺も今見てびっくりした。しかもさ、このショコタンっていう、大ブレイク対決でまずショコタンを基本権出してるのはどうだと思うんだよな。小島よしおとかでしょ、普通出すなら。まあな、そうだろうね。急にショコタンとか出てきて。いや、俺もびっくりしてる。しかも上小泉。で、しかも有田チームが上小泉だからね。そっちでしょ、せめて。まだな。上田チームがショコタン。有田チームが上小泉。みんな知らないでしょ、だって。いいじゃねえか、お前の方関係ねえじゃねえか、知ってようが知る前が。いや、そうだけどさ。郵便番号 100-8439 日本、そう、クリームシチューのオールナイト日本、例えてがあって、それぞれのチーム係と、勝ったチームにはガネックプレゼント、送っとけい。いやいや、ほんとあれですよね。何プレゼント？え？何？いや、それ何とか。いや、何？いや、何って。クリームシチューのオールナイトニッポン。なんだよ。メール。京都市、刈り上げファーマー。おやりた、上小泉も知らずに今までパーソナリティをやっていたのか。今すぐワウワウに入って月曜の9時50分頃テレビの前に正座してダジャレを聞け。ちなみに俺の一番好きな上小泉のダジャレは、こんないい選手をミッケル・ケスラーだ。あ、何ですか？え？ミッケル・ケスラーっていうね、ボクサーがいるわけ。ちょうどまあ、昨日試合してたわ。ジョー・カルザゲっていう選手と。で、こんないい選手を見つける・ケスラーだ。どうだ、お前にこのセンス溢れるユーモアはと。で、昨日の相手がジョー・カルザゲっていう、まあ、選手なんだけど。ジョー・カルザゲ？カルザゲ。はい。っていうね、そのボクサーがこう、なんていうの、細かいパンチをちょこ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 当てて、まあ、判定勝ちしたのね。で、まあ、KO するつもりはなかったですね、そのカルザゲは。まあ、パンチが非常に軽下げって言ってたね。昨日、ジョーさんは。んだよね。最初の終わりに。軽下げ。何を言ってたね。軽かったとか言いなかったのかな。うん。言ってたね。パンチが軽下げ。うん。あ、そうっすか。うん、いや、まあ。ちょっとね、そういう感じなんだっていうのはつかみましたけどね。うん。まあ、でもやっぱ実際生で見、で、ほら、やっぱほらね、言う人のトーンで、このほら、ね。その、フレーズはそうでもなくても、トーンでほら、面白がれたりとか、あるじゃない。だから、そういう意味でもやっぱり見てほしいよね。わわをね。やっぱ見るべきでしょ。まあまあ、まあ、どっちにしてもね、そんな、ブレイクするような人ではないってことは分かったけど。そうかね。まあもう、ね、小島よしおの次、腰たんたんとしてんじゃねえかな。いや、それだったらまだ分かりますよ、まだ、ね。うん、この番組上も、大ブレイク中対決に、もう生入ったってんだから。
どうかしら勝手に流行語みたいな雰囲気にしやがって。何が知りたいの？何も知らないでしょ選手のわけもともと。いやいや、まあ、まあ、トレーナーですよね。まあ、もともとはね。え、もともとトレーナー？もともとトレーナー。あ、選手でもねえんだ。違うね。でも今、解説者やったり、ボクシングライターやったり、まあ、マッチメイクの仕事やったりとか、いろいろ、まあ、僕。なんか英会話の。そうそうそう。だって、何カ国語喋れるんだろう。本当に、すごいよ、語学とか。スペイン語、選手がスペイン語で喋っててもちゃんと通訳してくれるし。いろいろ喋れんね。で、まあ、世界有数のボクシングフィルム収集家だね。そうなんですか？そうなんだよ。いや、そんなね、立派な。ルックス的にエスパー伊藤に行って思ってくれれば、なんとなくイメージできるだろう。ああ、なんか、面白そうな感じありますね。まあ、あんな感じ。ルックス的にはな。エスパー伊藤みたいな顔して、ダジャレを言うんですか？そうね。もうエスパー伊藤じゃないですか。ただの。だから、エスパー伊藤がボクシング詳しかったんだぐらいで思ってくれれば。はぁ。うん。いくつぐらいの方なんですか？そうね。まぁ、50ちょいぐらいじゃないかな、多分。まぁ、そんなね、大層な方だったら、ね、ダジャレとかも入れなきゃいいのよ。第一人者ですよ。ボクシング解説とか、さしたら。そういうの、ダジャレとかやめさせた方がいいのね。でも、ダジャレやめちゃったらね、もうだったら、誰か他の人に解説してもらうかみたいな。その人の、だから、腕とか関係ないじゃん、そこから。収集とか英語とか関係ないんだ。ダジャレのみで使われてるわけじゃん。そんなことはないよ、お前。ボクシングに造形がまあ深いこと。で、しかもだって、アナウンサーが笑ってないんでしょ、いつも。まあだから男女のアナウンサーがいるわけね、ワウワウの。まあ、ドン引きだよね。毎週。まあ、映像はちょっと見てみたくはなったけど、ね。ただ、お前忘れちゃ困るのが、お前の来週のテーマは上皇泉だから、ね。クリームシチューのオールナイトニッポン。この番組は、明星食品、明治製菓、専修大学、リーブ21、以上各社の協賛で東京中毒有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。エンディングーっと。いやいやいや。ねえ、さあ、まあじゃあ、まあ正直ね、もうあと1ヶ月切って、あんたが75キロになれるのかどうか、まあもう無理だろうということで罰ゲームも続々と集まってきてるみたいですよ。あ、本当ですか。まあやりますけどね、僕は。また、それちょっと改めて罰ゲームちょっとね、まああと大々的に発表して、これって決定しますけれども、12月に入ってね。頑張りますけどね。まあそれも送っといてちょうだい。あと、ハガキね、ガッテンが、上田チームがショコタン、上田チームが上皇泉ね。福岡県、ラジオのハムグラタン。ガッテンの来週のテーマは、本当に上皇泉ですか？そうだよ。毎回思いますけど、この番組って、いろいろぶっ飛んでますね。上皇泉ね。いや、すごいよ、ジョーさんの、だって、ダジャレね。その、まあ、基本はエンディングで言うだけだもんね。はい、最後、ジョーコ泉のダジャレで、ね、はい、ということで、まあ、楽しいですね、みたいな、なんか気まずそうに終わるわけ。はいはい、アナウンサー二人がね。でも、時にさ、試合中にジョーが言うこともあるわけ、ダジャレを。その時、アナウンサーに怒られてるからね、ジョーさん、試合中はちょっと緊張感なくなるんで。試合中は緊張感がなくなるからやめてくれって怒られるからね。して何て言うの？え、ジョーさんは。いや、別に、ね、はいはい、みたいな。まあ、そこはまあ、適当にお茶を濁してみたいな感じだよね。それでも、いや、やめない時あるからね、アナウンサーに怒られるから。そのジョー小泉ね、そっちチームはね。がぜんちょっとね、映像を見たい、見たくなってきましたけどね。さあ、あとね、参ったねのコーナーと、これ気合い入れてほしいのが僕らの美談ね。そうですね。ちょっとこう説得力のあるね、話を、送ってほしい。あと、ババアのコーナーと、あとは4400はね、サードシーズンな、お前らな。なんかちょっとセカンドシーズンで送ってきてるやつもいるみたいだけども。サードシーズンだからな。あのね、こういう上さんそう言ってますけどね、それももう上皇泉と変わりませんか。その最後のダジャレみたいな感じ。確かに番組の締めは必ず上さんのサードシーズンで終わりますみたいな。確かにそうだよな。反省しようね。宛先、郵便番号 100-8439 日本、クリームシュノールナイト日本、それぞれの係りパということですが、さあ、ラジオネーム黒い毛と有田のハッスル話、オープニングのあんまりプロレスはわからないけども面白さはなんか伝わってきた、楽しみだ、
ダイエット企画に失敗したら、ハッスルにデイブ・アリトとして出場したらどうでしょうと。おお、それも、まあ、向こうが出してくれるかどうかは別にして。わけわかんないです。向こうからしても、急にデイブ・アリタって言われてますね。え。だから、そのね、観客の前でデイブ・アリタっていうわけのわかんないことで、そのね、いわゆるお前が冷たい目で見られるっていうのは罰ゲームじゃん。ああ、まあね、急にデイブ・アリタ、なんでデイブだっていう。ああ。もしくは、お前がジョー・アリタとしてね。本当にお言うキャラで、スペシャルバンバン言いまくって。全然ハマんねえの。それいいんじゃない。ひどいよね。それはひどいよね。それは罰ゲームでもいいよ。もしくはお前がそのなんていうの、そのできなかった最後の週、例えばじゃあまあ1月入ってからでもいいけども、上皇泉さんと2人で対談をするとかね。まあまず何より俺知らないですからね。でジョーさんのダジャレをお前がちゃんと一個一個処理していくっていう。俺がその大ファンっていう程度でしょ、しかも。だから君は僕は何が好きなのとか言われてもちゃんと答えなきゃいけないし、ね、知らないで、まああとダジャレも僕ちょっと憧れてます的な教えてくださいと。ああ、それでジョーさんのダジャレをお前がちょっと処理していかなきゃいけないみたいなね。どういうこと、教えてくださいダジャレを。お笑いやってんのに。まあだから送っといてちょうだい罰ゲームね。というわけでこの後は斎藤アンコさんのオールナイトニッポンエバーグリーンです。ジョー小泉さんのことどう思ってんのかな。アンコさんに聞いてみるか。アンコさんに聞いてみる。アンコさんご存じないと思うけどもね。知ってんじゃないかな。アンコさん、ジョーさんどう思われますか、はい、というわけで今週はこの辺でお別れです。クリームシチュー上田晋也と、あれてっぺんが喋っておりました。あったかくしてんじゃないよ。ボッカリショップ。